ありがとうございました。曲名にある K 点とはスキージャンプ競技の用語で、着地において本来危険とも言われている K 点越えも今日では勝敗の分かれ目になることも多いといいます。1998年長野冬季五輪では日本人選手の活躍、特にスキージャンプ団体戦での勝利がとても印象的なものになりました。高橋さんはこのように恐れることなく挑み続ける選手たちの勇気を称えるべくこの曲を作曲したそうです。2018年平昌オリンピックの開催ももうあと少しというところで、日本人選手の活躍も大変楽しみです。経典を超えてお聴きいただきました。続いて酒井至る作曲大晦日をお送りいたします。2017年も残すところあと1週間、2018年がやってきます。この曲は大晦日を過ごす人々の慌ただしい様子や新しい年を迎える前のワクワクする気持ち、1年間を振り返って少し物思いにふける様子、そして新しい1年への希望や熱意などが描写されています。今日ここにいらっしゃる皆さんは一体どんな大晦日を過ごされるのでしょう。それではお送りいたします。大晦日。